アレクサンドル・イサーエビチ・ソルジェニーツィンは、ソビエト連邦の作家、劇作家、歴史家。1990年代ロシア再生の国外からの提言者である。ロシア文字からそのままローマ字にするとアレクサンダーだが、英文ではアレクサンドルと表記されることが多い。ソビエト連邦時代の強制収容所、グラグを世界に知らせた収容書軍島や、 イワン・デニー・ソビチの1日を発表し、1970年にノーベル文学賞を受賞。1974年にソ連を追放されるも、ソ連崩壊後の1994年に帰国した。ソルジェニーツィンの生涯は、彼の人生を左右した2つの価値観、つまり父譲りの愛国心と、母譲りのキリストへの信仰心に彩られている。 愛国者として彼は大祖国戦争に従軍し、国外追放のみであっても、ロシアの再生を提言した。信仰者としての彼は、ロシアが愛国心の方向を誤ったとき、断固神の基準に立って、幾多の人生の試練に、神の信仰によって立ち向かった。彼は、ノーベル文学賞よりも、宗教界のノーベル賞とされる、テンプルトン賞が嬉しかったという。また国外追放後に、 ソ連市民権が回復すると彼は喜んでロシアに帰還した。アレクサンドル・ソルジェニーツィンは1918年にロシアソビエト連邦社会主義共和国北カフカースのキスロボツクで生まれる。母親の大社ソルジェニーツィナはウクライナ人で経験なクリスチャンであった。彼女の父親は非戦の身から努力して成功を成し遂げ、コーカサス産無役北部のふもと 九番地域に大きな屋敷を構えた。第一次世界大戦の間、大社はモスクワで学んだ。彼女はそこで、コサックでの帝政ロシア軍士官、イサー・イ・ソルジェニーツンと出会い結婚した。ソルジェニーツンの両親や家族関係、家庭環境は、1914年8月の第一章、赤い車輪などに描写されている。1918年に、大社はアレクサンドルを身ごもる。 イサーイは義勇兵の砲兵士官としてドイツ戦線で戦ったが、妻の妊娠を確認して間もなく、領銃による事故のため死亡した。アレクサンドルは貧しい環境の中、未亡人となった母親と叔母によって育てられた。その幼年期はロシア内戦によって占められた。1930年までに一家の加算はコルホーズとなった。後年ソルジェニーツインは、 母親は生き残るために、夫が、帝政ロシア軍士官であったことを秘密にしていたことを、10回している。母親は再婚せず、タイピスト検索記者として働きながら、ソルジェニー・イッツンを教育し、その文学的、科学的な学識を励ました。彼女は経験なクリスチャンとして、ソルジェニー・イッツンを育て上げ、1944年に死去した。 1936年初め頃までにソルジェニーツインは第一次世界大戦及びロシア革命に関しての作品のコンセプトやキャラクターを考案していた。これらは結局1914年8月のいくつかの章に結実している。文学を学びたかったが地元には適当な大学がなくつましい家系も理由になりソルジェニーツインはロストフ州立大学で数学を学び、 同時期に、モスクワ哲学、文学、歴史研究所の通信教育課程を修了している。また、後のモスクワ演劇会の大御所ザワツキーの下で、俳優修行を始めたが、発声の問題で断念した。後年修養所の中で俳優を志願したが、それも実現しなかった。大学在学中の1940年4月7日に、ソルジェニーツインは、科学専攻の学生であった。 ナタリア・レシェトフスカヤと結婚した。二人はソルジェニーチンガグラグから釈放される前年の1952年に離婚したが、1957年に再婚、そして1972年に再び離婚した。翌1973年にソルジェニーチンは二番目の妻、数学者であったナタリア・スベトローバと再婚した。二人の間には結婚前に息子がいた。 スベトローバとの間には3人の息子、ヤーモライ、イグナット、ステファンがいた。大学卒業後は、ロストフの中学校で教員として、数学を教えたが、1941年6月に、大祖国戦争が開戦すると召集される。最初は、市長隊に編入されたが、数学のおかげで、砲兵学校に転属し、誕生の半年前に戦死した父と同じ。 砲兵隊員として音源即興を担当した。彼はその選考で勲章を二度受賞している。後年の一連の著作では、第二次世界大戦における彼の年代記とともに、ソビエト体制の道徳的な基礎に対して募っていく、疑念が記されることとなった。1945年2月、東プロイセンの前線でソルジェニーツインは、小学校時代の友人、 ニコライ・ビトケビッチへ送った手紙の中で、スターリンのことを、ホジャイン、バラボスと表し、案にスターリン批判をしたとして逮捕された。彼は、ソ連の刑法58条第10章、反ソプロパガンダ及び、第11章、敵対的組織の設立の容疑で起訴され、モスクワのルビアンカ収容所に連行され諧を受けた。同年7月7日、ケーニヒスベルクでの欠席裁判で、 懲役8年を宣告された。これは当時刑法第58条に反したものに下されるごく一般的な判決であった。刑期の初めはいくつかの労働収容所での労働を強いられる。後に彼が中期と語った時期は囚人数学者としてシャラシカと呼ばれる内務省国家保安局特殊研究所に収容され、ここでレフ・コペレフと出会う。コペレフは煉獄の中で に登場するレフルービンのモデルとなった人物であった。1950年には、カザフスタンのエキバストスに新設された、政治犯専用の特別収容所に送られ、雑役校、石膏中高として3年間を送る。エキバストスでの経験は、イワン・デニー・ソビチの1日執筆の基礎となった。仲間の政治犯の一人、イオン・モラルはソルジェニー・イッチンがエキバストスで、 自らの時間を執筆に費やしていたことを語っている。駅バストス収容時に腫瘍を患い手術を受けたものの、感知しなかった。1953年3月、8年の刑期を終え1ヶ月が経った時、釈放されずにカザフスタン北東部への永久流刑が決定。当時の政治犯にとっては一般的な刑罰だった。同年末までに診断未確定であった癌が進行し、 視線をさまようが、翌年多試験との眼病等での治療が許可され、主要の進行は昇降状態となった。そこでの経験は、眼病等の執筆の基礎となり、短編、右手にも影響を与えている。東国と追放の10年間でソルジェニーツィンは、マルクス主義を放棄し、後年の人生における哲学的、宗教的な立場を確立した。このは、100年前に、 ヒョードルドストエフスキーがシベリアでの流刑において思想的変化を経験したのといくつかの興味深い類似点が存在する。ソルジェニーツインは獄中生活及び強制労働の結果、徐々に哲学的思考のクリスチャンへと変化した。彼は赤軍士官としてのいくつかの行動を公開し、強制収容所の囚人と自らを比較した。私は大義としての検証と、 炎に包まれた東プロイセンを進軍する私の中体を覚えています。そして言いました。それで我々はいくらか良かったか。彼の変化は収容所群島第四章の中に描写されている。また、この流刑の時期に紙やペンもない状況で書かれた28の詩は、ソルジェニー・チンの知的、精神的な長期の旅を理解するための貴重な資料である。 これら初期の未発表作品は1999年にロシア語で初めて発表され、2006年に英語で抜粋して発表された。1956年第20回共産党大会の秘密会議において、フルシチョフがスターリン批判の演説を行い、いわゆる雪解け時代に入る。国内では非スターリン化が推進され、粛清の犠牲者の名誉回復、 言論他の取締り緩和により空気が一変した。ソルジェニー・イッチンは7月に流刑から解放され、無罪となった。リャザンに住み昼は中学校の物理数学の教師として子供たちに教え、夜は秘密裏に文筆活動に従事した。ノーベル文学少女少女の演説で彼は1961年までの数年間ずっと私は 私の生涯が一向でも出版されないだろうと確信しただけでなく、これが明らかになることを恐れたため、親しい知人に私の作品を読ませる勇気もほとんどありませんでした。と記した。1960年代、ソルジェニーツンが癌病等を執筆していたのは公に知られていたが、同時に収容処軍等も執筆していた。KGB はこのことを察知していた。 最終的に42歳の時に彼は、ノーブイミール氏の主観であった、アレクサンドル・トワルドフスキーと、イワン・デニーソビチの1日の原稿を持って、連絡を取った。同作は編集され、ニキータ・フルシチョフ首相とトワルドフスキーの尽力で1962年に発表された。同作の出版を許可すべきかどうかについて、政治局の最高会議幹部会で聴取が行われたが、 フルシチョフは出版を擁護し露骨な承認を行った。そしてフルシチョフはスターリン主義者はあなたたちをのおのにいる。私でさえスターリン主義者だ。我々はこの悪を根絶やしにしなければならない。と語った。本はすぐにベストセラーとなり、至るところで売り切れとなった。フルシチョフの在任中、イワン・デニー・ソビッチの1日は、 他のソルジェニーチンの短編3本と共にソ連の学校で教材として使用された。イワン・デニー・ソビチの1日の発表によりソ連の強制収容所に対する西側の関心が高まった。それは西側に与えたのと同じくらいの衝撃をソ連国内に与えた。その衝撃的なリアリズムと率直さだけでなく1920年代からの ソビエト文学に要求された政治的テーマの最大の1コマが指導者に対する抽象のためシベリア送りになった非党員によって書かれたこととその出版が公式に許可されたことでその意味でソルジェニーツインの本作の公表は雪解けの代表的な例であった多くのソ連国民はそのことを実感したが1964年に フルシチョフが失脚すると、ソ連における文化的雪解けは大きく後退し、停滞の時代と呼ばれた、ブレジネフの暗い時代が始まった。ソルジェニーツインは、ガン病等のソ連国内における公表のためとワルドフスキーの助けを得ようとしたが、失敗に終わった。公表のためには、作家同盟の許可を得なければならなかった。作家同盟の何人かは作品を評価したものの、 疑惑の声明と反体制的な皮肉が修正されない限り公表は許可されなかった。彼の作品は直ちに発行停止となり、1965年までに KGB は彼の作品を押収した。その中には、煉獄の中での原稿も含まれた。1966年1月に新世界史に発表された短編。 ドーマキのザハールが最後の作品となり、ソ連文学界から完全に締め出された。KGB がモスクワでソルジェニーツンの原稿を押収した後、1965年から67年の間に収容所軍等の走行はエストニアの友人宅で密かにタイプされた。ソルジェニーツンはルビアンカの中で元エストニア文部大臣及び弁護士のアーノルド数字。 と親しくなった。タイプの完成後、ソルジェニーツィンのオリジナルの手書き原稿は、ソ連の崩壊までエストニアで数字の娘、エリ数字のもとで保管された。1967年5月、第4回作家同盟大会へ公開場を送付し、ソ連当局の検閲の廃止を公然と訴えた。当局は公開場を目殺。以来、彼はことあるごとに公開場を発表して、 当局と激しく対立した。翌1968年には国内で発表できなかった長編、眼病等、煉獄の中で等を海外で発表した。1969年10月にソルジェニーツインは反素的イデオロギー活動を理由として作家同盟から追放された。1970年にはノーベル文学賞を受賞するも海外に出て、 市民権を剥奪されることを恐れたため授与式には出席できなかった。代わりに、モスクワのスウェーデン大使館で授与式を実施するという提案がなされたが、スウェーデン政府はソ連との関係が悪化するのを懸念し、この提案を拒否した。ソルジェニーチンは1974年に国外追放された後、賞を受け取った。1973年3月、 ロシア正教会の P 面総主教に公開状を送り、無神論者に支配された正教会の体質を批判した。8月中旬には、ルモンドガミ、AP 通信記者との会見で、私が休止したと聞いたら、国家保安委員会の仕業だと衝撃的な発言を行う。9月5日、クレムリンへの手紙で祖国の運命について、全面的に論じたが、反響は、 なしのつぶてに終わった。翌6日、記者会見で国家保安委員会に収容諸軍党の総攻が押収され、尋問されていたエリザベータ・ボロニャンスカヤが釈放国微釣り自殺を遂げた旨を発表。この時点で西側への発表が決まる。1973年クレパリでソ連70年の国家的テロの歴史を明らかにした収容諸軍党第1巻を出版したため、 ソ連当局から激しい非難を浴びた。収容諸軍とは1958年から67年の間にかけて執筆された。本作は3巻に分かれ、7つの章でソ連の捕虜収容所システムが描写されている。収容諸軍とは35カ国語で3000万部以上が発行された。ソルジェニーツィン自身の体験と256名の元囚人による証言。 そして自身の調査による刑罰システムの歴史が元となっている。1974年1月14日、プラウダ市場に裏切りへの道と題するソルジェニーツィン批判の論文が発表される。これ以降ソ連のマスコミは一斉に避難攻撃を開始した。2月8日、ソ連検事局の出頭命令を拒否する。11日、いかなる刑事裁判であろうとも、 ロシア文学に対しても、そのただ一冊の書物に対しても、いかなる、ロシアの作家に対しても、権限を持たぬことを、あらかじめ声明すると、ソ連当局を求断し、再度の出頭命令も拒否する。この期間、ソルジェニーツインは、チェリストのムスティスラフ・ロストロポービチによって保護されたが、ロストロポービチはそれにより、苦境に陥り、結局自身も亡命することとなった。 1974年2月12日にソルジェニーツインは逮捕され、デフォルト母監獄に拘留される。翌13日、ソ連刑法第64条国家反逆罪でソ連市民権を剥奪後、8名の国家保安委員会職員の護送で行き先も告げられず、飛行機に乗せられ、西ドイツのフランクフルトに国外追放され、ソ連の市民権を剥奪された。 これは1929年のレフトロツキー以来のことであった。KGB は中央諸軍等の最初の部分の原稿を発見した。一週間足らずの間に、エフゲニー・エフトゥシェンコはソルジェニーチンを擁護したことへの報復に苦しむこととなった。アメリカの大使館付、武漢ウィリアム・オドムはソルジェニーチンの著作や資料の大半をどうにかして入手したが、その中には、 作家同盟の会員賞や第二次世界大戦での功労賞なども含まれた。ソルジェニー・ツインは自身の電気、インビジブル・ウェイリーズの中でオドムの働きに敬意を表した。西ドイツでソルジェニー・ツインはケルンのハイン・リヒベルタクで生活した。その後スイスのチューリッヒに移り住み、続いてスタンフォード大学の招きに応じアメリカ合衆国に移住した。 フーバー研究所内のフーバータワー11階に滞在し、その後1976年9月にバーモント州キャベンディッシュに移住する。1978年にハーバード大学の名誉文学医が与えられ、6月8日には現代の西側世界における唯物論を非難する講演を行った。続く17年間でソルジェニーツィンはロシア革命からの歴史を描いた。 赤い車輪に取り組んだ。1992年までに4章が完成し、その他にもいくつかの短編を発表した。1982年9月、密かに短期来日。1ヶ月にわたり、日本各地を旅行。その後、台湾を訪問し部へ。翌1983年5月。 過酷な運命を耐え抜いた、聖教徒としての神への信仰で、宗教界のノーベル賞とも言える1983年度テンプルトン賞を受賞する。ロンドンでの受賞式では、現代の悲劇の原因は全て我々が神を忘れたことにあるとキリスト者の立場で現代文明を鋭く批判した。1985年3月11日、ソ連ではゴルバチョフ政権が誕生した。 ゴルバチョフは、ブレジネフ政権以来の内外政策の行き詰まりと、社会的停滞からの脱却を目指す路線を打ち出す。例人主義のリバイバル路線と言われる。1988年夏頃には、ソ連の一部報道機関が近い将来彼の作品を、発表、と伝える。1989年、EV ミール氏第1号に収容諸軍等の一部が掲載予定となったが、 上層部の命令で突如中止になる。同年7月、当局は収容諸軍等の全面解禁に踏み切る決定を下す。抜粋がミール氏に連載予定となる。1990年8月、大統領令によってソルジェニーチンのソ連における市民権は回復した。蘇れ、我がロシアよ私なりの改革への提言は9月18日付。 コムソモリスカイアップラウダ2200万部と19日付け、文学新聞450万部の付録として発表され、合計2650万部という膨大な冊数となって、ソ連国民の白熱の議論を呼んだ。モスクワのインターハックス通信の報道では、国立世論センターがソ連各地で行った調査の結果、本文をソ連国民の38%が読んでおり、 その60%が共感を示し14%が批判的だったという。9月25日にはソ連最高会議でゴルバチョフ大統領がみえれ、我がロシアよ私なりの改革への提言を2回読んだと告白し、内容を絶賛した。そして1991年12月、ついにソビエト連邦は崩壊した。 ソルジェニーチンは1994年5月27日、亡命先の米国から合衆国国民となった妻のナタリアと共に、ロシア連邦に帰国した。プライバシーが尊重される米国で大歓迎を受けていたのだが、母国以外では全くくつろげなかったという。息子たちは合衆国に泊まった。その後ソルジェニーチンは死去するまで妻と共に、 モスクワ西部郊外のダーチャに居住した。彼らの暮らしたダーチャはミハイルスースロフやコンスタンティンチェルネンコがかつて使用したものであった。ソルジェニーツインはウラジオストクからシベリア鉄道を使ってロシア地方各地を視察。エリツインの急激な経済自由化政策と新自由主義経済の導入により疲弊した農村や都市を見回った。 エリツィン大統領と面会した際に自分が見分した地方の窮状を伝え、急速な経済自由化に警鐘を鳴らしたが、この提言は聞き入れられず、ソルジェニーツンはエリツィンに失望する。伝統的なロシア文化の忠実な信奉者であった、ソルジェニーツンは、ソ連崩壊後のロシアに対する厳滅を表し、ロシアの君主制の回復を求めた。 1997年5月からロシア、科学アカデミーの正会員に選出され、同年ソルジェニー・イン・チン文学賞を創設する。プーチン大統領と2000年には、プーチン大統領と面会している。プーチンに対して、ロシアの文化、言語、宗教を保護するよう訴えた。2007年6月13日に、ロシア文化勲章を受賞。このことは、プーチン路線を事実上、 追認したものと報道された。それに止まらず12月の会員戦を前にして、ドイツ氏、シュピーゲルの取材に答え、エリツィン前大統領を国評するとともに、プーチン大統領への明確な支持を表明。打ちのめされ、国民も、意気消沈したロシアを引き継ぎながら、徐々に、前日に復活させたトッププーチンを絶賛した。1九9四年の帰国後、彼は八本の短編、 一連の商品、または三文詩西側での生活を綴った文章や多くの作品を発表した。ソルジェニー・ツインの息子は皆合衆国国民となった。次男のイグナトはピアニスト及び指揮者として成功した。ソルジェニー・ツインは2008年8月3日に、モスクワの自宅で心不全のため死去した。89歳坊津。葬儀は2008年8月6日の水曜日に、 ドンスコイ修道院で行われ、同日埋葬された。ロシア及び世界の要人が彼の死に潮意を表した。日本への関心は非常に深かった。1960年代末の東京新聞のインタビューによれば、山が祖国の哲学に共鳴していたという。また、新道金戸監督の裸の島に強烈な印象を受けたと同インタビューの中で述べている。 シベリア抑留の経験を持ち、自作の翻訳を手掛けた内村豪介と信仰を持ち、1970年代には、テレビ朝日の番組、対談ドキュメントで内村と対談した際、内村に対して私たちは他人じゃないと語りかけている。また、常実のように、1982年には亡命先のアメリカから、どうしても日本を訪れたいと希望し、密かに訪問したが、 結局滞在が気づかれ、講演を行っている。ロシアに帰国した後は、NHK の小林和夫と接点を持ったが、小林によれば、晩年のソルジェニーツインは、テレビ出演の出演料を気にするようなところもあり、小林を失望させている。北方領土問題については、ロシア政府に対し、北方領土を日本へ返還するよう主張した。聖京都である。 幼児洗礼を受け幼い頃は、信仰深い母親の影響で、宗教的雰囲気の中で育ったが、成長するにつれ革新的なマルクスレーニン主義者となった。しかし政治犯として逮捕され強制収容所での苦難と内政を経て、政教信仰に回帰した。強制収容所体験によって宗教に回帰した例は、ソルジェニーチンに限られるわけではない。 例えば、ビクトール・フランクルの例を挙げることができるように、その回帰の仕方も一様ではない。その信仰は、冤罪、強制労働、流刑、合病、国外追放などの人生の試練にもかかわらず、保たれた。キリスト教を含む宗教が禁止されたソ連にあって、迫害を恐れず、1973年3月には、ロシア正教会のピーメン総主教宛てに、 公開質問状を送り、無神論国家に支配され、国家に妥協するロシア正教会の体質を批判した。1983年5月には、テンプルトン賞を受け、ロンドンでの受賞式に出席、現代の悲劇はすべて我々が神を忘れたことに、原因があるとクリスチャンの立場で現代文明を批判した。ソビエト連邦の崩壊後は、ソ連時代にロシア正教会が、 革命政府に対して行った妥協を、コビを打ったとして厳しく批判する一方で、ロシア正教会が激しい迫害によって何万人という、殉教者、犠牲を出し、打解の時期、屈辱、貧窮、略奪を乗り越え、物質的な窮防にもかかわらずソ連崩壊後に、復興してきていることに対しては、心から敬服するとして称賛。 現状の教会の物質面での窮状を鑑みれば、信者はただ教会を批判していればいいというものではなく、我々自身の無力さや希少さを顧みるべきであるとした。正教会と社会の関係については、カトリック、プロテスタント、イスラームが社会において積極的に活動しているのと同様に、正教会もロシアの社会において叱るべき位置を占め、 問題の山積する社会に生きる人間に強力な精神的支援をする必要があるとする。一方で、それはロシアにある他の伝統的な宗教との衝突を招いたり、他宗教、他民族国家の一体性に亀裂を生じさせたりするものであってはならないとしている。また、正教会に対するマスコミの変更報道を抗顔無知と批判した。ロシア人の文化は帝国の兄弟さではなく、 他ならの政教への信仰によって形作られてきたとし、ロシア人の団結の源として人種ではなく精神、それを揺るぎないものとしているのは、ロシア人の心や慣習、行動のうちに残っている政教であると述べ、人口、領土、国家体制が創出されても、ロシア人にいつまでも残るものは、政教の信仰と、そこから生まれる崇高な感情であるとし、 堕落した今日のロシアにおける精神的な支えとして、正教を位置づけている。物質面や、教会教育の未回復といった、教会内部の問題についても指摘し懸念する。一方で、主教、新品を取り巻く、厳しく困難な状況によって、教会制度はさらに発展と宣伝を遂げるとの希望を持ってもいる。教会が革命以前の姿に戻ることは否定しつつ、 伝統をあくまで忠実に守りながら、新たな活動のあり方を求める提言を行った。ゴルバチョフは1990年9月25日のソ連最高会議の席上で、アレクサンドル・イサーヤビチと尊敬を込めて呼び、蘇れ、我がロシアよ私なりの改革への提言を2回読んだ、ことを告白し、彼は疑いもなく偉大な人物であり、この作品には、 非常に多くの興味深い見解、思想が盛り込まれていると語ったという。実際、ゴルバチョフが共感し、ペレストロイカ政策に影響を与えた提言は次の通りである。主権ソ連邦は蘇らず、1991年12月31日シニアにソ連は消滅した。代わりに、ロシア連邦共和国が消滅して再生した、ロシア連邦は、 ソルジェニーツンの提言通りのロシアではなかった。ロシア連邦の中で、再び民族が囚われている。彼の地元のチェチェン共和国はかつてエリツンに、今はプーチンに独立を妨げられたままである。彼は、それぞれの民族は、たとえ最も小さなものであっても、神の意志によって、この世に生まれてきて、それぞれ独自性を持っているのである。ウラジーミル・ソロビオフは、 キリスト教の戒しめをもじって、こう書いている。自分の民族と同様に、他の民族を愛せよと書いた。これは、ロシア人の民族自決権を認めるなら、他の民族の自決権も認めるロシア連邦になるようにと願ってのものであった。ロシア併合、スターリン時代の強制移住と、民族浄化などで400年にわたって、ロシアに苦しめられてきた、チェチェンの歴史を振り返ると、 チェチェンの人々にとって、北カフカス出身のソルジェニーチンの国外からの提言は、福音となった。そのため、ソルジェニーチンがゴルバチョフに高く評価され、ロシアに帰国するに及んでチェチェン分離独立運動は、高揚した。ありがとうございます。